聖書を愛読します。ヨブ25の1から6と26の1から4までです。25の1から6です。シュアハチン・ビルダデが答えていた。主権と恐れとは神のもの。神はその高きところで平和を作る。その軍勢の数ほどのものが他にあろうか。その光に照らされないものが誰がいようか。人はどうして神の前に正しくあり得ようか。女から生まれたものがどうして清くあり得ようか。ああ、神の目には月さえも輝きがなく星も清くない。まして牛である人間、虫けらの人の子はなおさらである。26の1から4。ヨブは答えていた。あなたは無力なものをどのようにして助けたのか。力のない腕をどのようにして救ったのか。知恵のないものをどのようにしていさめ、豊かな優れた知性を示したのか。あなたは誰に対して言葉を告げているのか。誰の息があなたから出たのか。アーメン。シャローム聖歌隊と西オーケストラが賛美と演奏を捧げます。東海女職務代行イソジン牧師が呼ぶ記公開70回目本世の中の悪というメッセージを取り次ぎます。特別賛美で栄光を捧げてくださった新賛美姉妹、ありがとうございました。講談喧嘩を紹介します。喧嘩者は中国2教区1地域です。罪の重荷によって苦しんでいた時、私たちのところに来られ、私たちを救ってくださった主の愛に感謝し、誠の希望をくださった神様に感謝します。清めの福音によって心の深く隠れている悪も発見して、人生の誠の価値を悟って、幸せな心で生きていくようにしてくださり感謝します。誠の信仰を持って新しいエルサレムを目指していくように導いてくださるイスジン先生と道海女先生に感謝します。感謝します。先週の金曜日にはクリスマスイルミネーションライトアップ式がありました。牧師館の庭でありました。そして各聖殿にもきれいに飾ってくださいました。奉仕をしてくださった方々に感謝します。先週はとても温かくしてくださって感謝しました。私も夜だったのですが、外だったのですが、全然寒くなかったです。暑いと思うくらいでした。特別賛美をしてくださった方々、奉仕をしてくださった方々に感謝します。幸せな12月になりますように。2024年の新しい働き人が選ばれたと思います。今日は宣教会の期間の総会があります。皆さん参加してください。また新年に迎えて、今日教会の4つの祈祷課題が発表されました。それぞれの個人の祈祷課題も祈りながら備えて、祈祷課題のカードに心を込めて書いて提出してくだされば、新旧総下礼拝の時祈ります。祈祷課題を書く時はあまり欲張らないでください。3つの祈祷課題ですが、1つ目にたくさんの祈祷課題を書けばいけないでしょう。それは欲張ることだと思います。3つです。私には祈祷課題がたくさんありますけどと思う方は、その中でも重要な課題があると思います。大きい課題を十分に祈ってから決めてください。3つをちゃんと書いてください。例えば信仰、希望、愛なら、1位信仰、2位希望、3愛でしょ。でも個人の祈祷課題1に信仰、希望、愛、このように3つを全部入れてしまうといけないということです。
皆さんに一番必要な、また大切な祈祷課題、また一年間神様の前に祈る課題を記入してください。11月には定めの祈祷会がありました。そして2023年、今年の祈祷課題、どのくらい実を結んだのか、顧みたと思います。一年間顧みてどんな実を結んだのか考えていると思います。来年の祈祷課題を決めることも大切ですが、今年はどのくらい祈祷課題を叶えたのか顧みたらと思います。今日天気が暖かいですね。高段のちょっと温度も高いようです。ちょっと調節お願いします。暖かい神様、主の愛を感じる12月になりますように。今年のクリスマスイブ礼拝は主日ですね。24日です。夕方礼拝の時、イブ礼拝、また講演を捧げます。今回は特別に、万民アカデミーの方々が神様の前に作品を備えて捧げることになります。ボーカルもあって、またギターとかもありましたね。そういう方々が今、賛美と演奏を準備しているそうです。そして今回は、万民アカデミーにカリグラフィーという字をきれいに書く、そういうクラスもあったのですが、その方々の結果を見て、こう発表会みたいなものがあって、作品を見たら、本当に素敵な綺麗な作品があったので、感動しました。このように素晴らしい作品が、短い間で学んだのにできたんだと思ってびっくりしました。ボーカルのクラスの方、またギターのクラスの方々も今回のクリスマスイブ公演に出演してくださるのですが、楽しみにしてください。はい、お知らせをしました。祈ってください。そして新旧送迎礼拝は、主日夕方礼拝が終わった後、夜11時から次の日の朝までですが、はい、そのような日程です。メッセージに入りましょう。愛する聖徒の皆さん、ヨブ記24章でヨブは、神様は悪者たちを罰せないで、かえって助ける悪い神様だと裁いていました。神様が悪者たちを守っているから、死んで当然の者がかえってうまくいっていると誤解していました。ヨブはこのように悪者は死ぬべきなのにと思っているのです。そしてどう言いましたか？私だったら悪者はすぐ立ち滅ぼしてしまうのにと言いながら悪者に対して呪っていました。そしてそれが正しいと思っていて堂々と自分の主張をしていました。ここで考えてみたいと思います。皆さん、悪者に対してヨブは裁いていて呪っていました。ヨブはそうしていました。そして自分が神様のようになって定めていました。裁いていました。罪に定めていました。ヨブにそのような権限がありますか？そしてヨブが呪ったからといって呪いが望むでしょうか？そうではないでしょう。しかしヨブはそのような呪いを口から出してしまいました。またその悪者たちは死んで当然だと思っていました。そして裁いてくださらない神様が正しくないと言っていました。そして自分が正しいと言っていました。皆さんこれを自分自身に代入してみてください。皆さんは悪者たちに対してどんなふうに考えていましたか？悪い人なのになぜうまくいっているのかとか、悪をひどく行った人がなぜ
成功するのかとか、それについて腹を立てたことはありませんか？なら、ヨブと同じ姿ではありませんか？ヨブは今、あまりにも厳しい試練にあって苦しんでいるから、心の深いところにある本性の中の悪が現れているのですが、皆さんはどうでしょう？自分なりに御言葉を聞いて悟ったと思って自分なりに祈っているのに、なぜ答えもないし祝福もないのかと思っていますか？なら、神様に対して不満を言っているようなことです。それはヨブと同じ姿ではありませんか？ヨブはこのように神様につぶやきながら自分は正しいと思っていました。私たちにもそういう姿があるかもしれません。人を見て、ああだこうだと心の中で裁いているのではありませんか？あれは正しい、あれは正しくない、あれは間違っていると自分が裁判長になっていてそのように裁いているのでしょうか？でも自分は自分の義によって正しいことをしていると思っているのです。でもそれは神様の目には正しくないのです。自分の義に過ぎないのです。だから徹底的に自分の義を打ち砕かなければならないのです。教会の試練の時も自分と意見が合わない人や教会に対して悪いことをした人を見るときどう思いましたか？どんなふうに言っていましたか？それを顧みますように、それで徹底的に悔い改めて自分の心に潜んでいる悪も捨てなければならないでしょう。ヨブは自分の立場で自分の悪を持って悪者たちと言いながら裁き、神様が彼らを守っているから罰してくださらないから神様が悪いと言っていました。ところが神様の心をあまりにも知らないのです。誤解しているのです。父なる神様は一人を全世界より尊く思われる善と愛の心です。しかしそのような心がわからないのです。だからヨブは神様を誤解していて自分が神様より正しいと思っているのです。一人も地獄に行かないように望んでおられ、悪者でも立ち返る機会をくださり忍耐を持って待ってくださる神様の善と愛を悟って、敵をも愛して善を持って悪に打ち勝たなければなりません。25章ではヨブの友達ビルダデがまた登場してヨブの言葉に対して反論していきます。一人の話が終わったらすぐもう一人がその話に反論していく、そのような激しい戦いはいつ頃終わるでしょうか？私たちはヨブと友達の話を聞きながら霊的に見分けて自分を発見しなければなりません。ヨブと友達の言い争いがいつ終わるでしょうか？今ヨブ記公開を聞きながら、ヨブ記公開って長いな、いつ終わるかと思ってはいけないでしょう。メッセージを聞いたなら日常生活で自分を顧みて、家庭の中で私は配偶者とまた子供たちの間でいつ頃ならこのような喧嘩が終わるだろうとか、揉め事がなくなるだろうとか、一緒に働いている人々の中でいろんなギクシャクがいつ終わるだろうかと思って早く終えてください。それでは今からビルダデがどんな言葉でヨブに反論するのか変わりみます。25章は短いので今日は26章まで見てみます。26章ではヨブがまた反論していきます。
これまでヨブは自分の考えの中で神様を裁いて罪に定めて、自分が神様のようになって悪者を呪っていました。ところで本文を見るとヨブの友達のビルダでもヨブのように自分の思い込みの中で神様についてああだこうだと言います。でもその言葉は合ってないし矛盾しているのです。ヨブ 25-1 から2です。シュワー人ビルダデが答えていた。主権と恐れとは神のもの。神はその高きところで平和を作る。とあります。これは神様は悪者を懲らしめないで助けて守っている悪い方だと言っていたヨブの言葉に反論するための言葉です。つまり神様が悪者を罰することがないのは神様が正しくないからではなく平和を作るからだと言っています。ヨブの友達は前はヨブに立ち返りなさい、悔い改めなさい、あなたが悪いから罪を犯したから神様が懲らしめて呪っているのではないかと言いました。でも今はその話を翻して全然違うことを言っています。このように言っていることがコロコロ変わるのです。こういう現象は自分が正しいと主張する人々によくある姿です。例えば、韓国の朝鮮時代には政治家の中で強硬派とか穏健派とか党派があって党派争いが絶えなかったのです。歴史とドラマを見てみると、そのような人々は自分の党の人々の話は全部正しい、相手の党の話は全部間違っていると主張していました。客観的に判断できないのです。今日も同じです。どの党にも良い面と悪い面があるのに、自分が属している党に合わなければ、相手の党をけなして非難するのです。そして相手がいくら正しいことを言ってもそれを認めないし、何とかして欠点とか言いがかりを見つけて相手を否定しようとします。こういう場合はその目的が相手の話主張を握りつぶそうとするから、つまつじが合わないことを言ってしまうのです。ビルダデもそうでした。ヨブが言っていることが間違っていると反論しようとしたら前と反対のことを言っていて、神様の御心も知らないまま真理を自分の都合に合わせて引用しています。ヨブが神様は悪者を懲らしめないと言っていたから、それを否定するためにそうでない、神様は平和を作っているのだと言っているのです。でも神様は決して悪者と妥協する方ではありません。ただし悪者でも悔い改めて立ち返ってほしいから機会を与えて待ってくださる愛と憐れみの神様です。神様が悪人をすぐ罰することがないという理由は、ただ平和を作るために妥協するからではないのです。それはその悪者でも愛して悔い改めるために機会を与えることです。でもビルダデはそれを間違って解釈してこのように真理の言葉を引用しています。私たちはこんなことがあってはいけません。真理の御言葉は必ず御霊によって悟って知恵を持って適切に使わなければなりません。自分の利益のために御言葉を引用してしまえば相手を裁いてしまうかもしれないし、その中にある下心が結局は明らかになります。ビルダデは真理を引用していますが、その心の中を見てみれば悪い意図を持って使っていました。ヨブの言っていることを否定するために、それを握りつぶすためにこのように自分が知っている真理を引用しているのです。私たちは真理の御言葉で正確に照らさなければならないのです。で、ヨブ記公開を聞いていると、ヨブと友達の心の中を見ることができますね。でも真理の御言葉の霊的な意味を悟れずに文字面だけで解釈してもいけません。
御霊に感じて解き明かしてくださる誠の牧者がおられることにどれほど感謝でしょうか。ある単語がそれがその文章の中でどんな意味を持っているのか、そしてそれを言っている人がどんな意図でその表現を使っているのか、そしてそれは文字面だけでは真理のように見えても実際はそうでない、また文脈とか前後によって何が正確な真理なのかも私たちは正確に知っていなければなりません。ですから神様の御言葉を引用する時も気をつけなければなりません。聖霊によって正しく悟って伝えているのかでなければ自分の都合に合わせて自分の利益のために引用しているのではないか顧みなければなりません。そうすればそれは命にならないのです。続く本文を読むとヨブ 25-3 です。その軍勢の数ほどのものが他にあろうか、その光に照らされないものが誰かいようかとあります。ここで軍勢とは神様が働かれる全ての力と権威を言っています。神様は数え切れないほどの天の軍勢と御使いを治めているほどその力と権威が大きいのに悪いものを立ち滅ぼさないのは平和の神だからと言っています。これはビルダデが自分が言ったことの裏付けをするためでした。2節3節をまとめて解釈してみれば、神様は大きい力と威厳を持っていて高きどころで平和を作る方だ、だから悪者でもみんな許してくださるのではないか、神様の権威と力をどうして数えることができるのか、神様には多くの軍勢と御使いがいて力があっても良い人でも悪い人でも誰にも光を照らしてくださり平和をくださる方ではないかと言っているのです。よく人々が言い争う時自分が言ったことを裏付けるためにいろんな知恵を絞るのですが、すると悪も出てきて嘘が次々と出てくる場合があります。すると後にはものすごい悪い結果を もたらすのですが、自分は嘘をついたと認めないのです。ビルダデは自分の言っていることが正しいということを主張して、ヨブが言っていることは一つも合わないしとんでもないことを言っているとヨブをけなしています。前ヨブはヨブ 24-13 で、これらのものは光に反逆するもので光の道を認めずまたその通り道にとどまらないと言っていました。その時ヨブが言った光に反逆するものとは霊的な意味として正しい道から離れた不義な人だと言いました。しかしビルダではその光に照らされないものが誰かいようかと言って24節でヨブが言ったことを否定しているのです。二人とも光という言葉を使って言っているのですが、それぞれ意味が違うのです。ヨブは霊的な意味の光、つまり正しさ、義を意味する光を表現したのですが、今ビルダでは肉的な意味として、つまり太陽の光として説明しています。ヨブが言っている時その意味がわからないからそのように自分なりに反論しているのですが、ビルダデが言っていることは合わないのです。私たちはこういう姿を自分自身に代入しなければなりません。人と話をする時相手は霊的な意味で話をしているのに聞いている人は肉的な意味として受け入れるから互いに話が通じないとか誤解する時があります。今ビルダではヨブを悪い人として責めようとしているから、ヨブがどんな意味で言っているのかも正確に知らないまま攻撃しているのです。これは人々が話をするときよくある現象です。自分は霊的な意味で言ったのに相手は肉的な意味として受け入れるのです。また
広い知識がないまま自分の知識の見解の中で自分の考えだけが正しいと思って主張する姿もあります。それで教会の中でも話をするとき、そういうことがあります。信仰の話をしても相手はそれを理解できないし、人の思いの中で誤解する場合があります。24章でヨブは光を霊的な意味としていたのですが、ビルダではそれをわからない、理解できていないから肉的な意味で自分なりに言っているのです。教会でも神の働きをするとき、信仰で話をしているのに聞いている人はそれが理解できないから誤解することがあります。なら一緒に働くとき困りますね。だから信仰も同じくらいの信仰の人と一緒に働く方が楽でいいでしょう。しかし肉の人はその信仰がわからないし理解できないから協力しないし、いろんな問題を起こすのです。皆さんも宣教会とかいろんな団体で、もしかして自分が神様の御心を理解できないまま人々を困らせる人ではないか顧みますように。1年間どうだったのか顧みますように。ある人はごく一部分を知っていながら全体を知っているかのように言って言い争ったりするのです。ですから私たちは自分が知っていることがいくらでも事実と違うこともあるし、ある一つの分野だけかもしれないということを知っていて、いつも謙遜な心で聖霊によって見分けましょう。続く本文、ヨブ 25-4 です。人はどうして人の前に正しくありえようか、女から生まれたものがどうして清くありえようかとあります。昔韓国には男尊女卑という思想がありました。男性を重く見て女性を軽んじること、そういう考え方ですね。ヨブが生きていた時代にもそうだったようです。それで本文に女から生まれたものとはとても低い卑しい存在という意味で言っているのです。友達が考える時はヨブが悪いから呪われているのは確かなのに、ヨブは自分が正しいと主張しているから、あなたは低い卑しいものなのにどうして正しいというのかという意味で、女から生まれたものがどうして清くありようかと皮肉を言っているのです。続く本文を読むと、ビルダではまるで詩を読むように言っています。ヨブ 25-5-6 です。ああ、神の目には月さえも輝きがなく、星も清くない、まして宇治である人間、虫けらの人の子はなおさらであるとあります。多くの人が夜空でキラキラしている星を見たり、光を照らしている月を見ると美しいと思い、いろんな想像をします。韓国にはこういう童謡があります。青空、銀河水の白い船に、カツラの木とウサギ一匹という歌詞の歌です。最近もこういう歌歌ってますか？子供、まあこういう歌知っているかわかりませんが、私の子供の時はこういう歌をよく歌っていました。このような歌詞のように、子供の時は月の中にはカツラの木があって、その下でウサギが餅をついていると想像していました。そして今も夜空を見てみると、キラキラしている星を見たり大きい月を見たりすると、いろんなことを想像したりするのですね。子供たちはヨブの友達ビルダでは、そういう宇宙月とか星を神秘的な憧れの対象として思っていました。それで人の子らを星よりも月よりも劣っている存在と思っていました。それで人間を牛や虫キャラに例えているのです。
高きところにおられる神様の目には、普段ビルダデが憧れていたその月も輝かないし、星も綺麗と言えないと言いながら、人はウジや虫けらのような存在だと言っています。皆さん、これは合っていますか？これは全体的に合っていない内容です。主客転倒した表現だと言えます。神様は私たち人のために太陽と月星を作ってくださいました。親は生まれてくる赤ちゃんのために部屋も用意して服とかベビーカーとか靴とか必要なものを用意しておきますね。そして子供が生まれたらとても喜んで、あまりにも可愛くて目に入れても痛くないほどだと表現したりします。そして親にそっくりの子供ならもっと喜ぶでしょう。神様もそうです。6日間天地万物を創造して人が生きていける環境を美しく作ってくださった後、神様の形に人を作ってくださいました。神様に似た子供として作ってくださったから、神様が私たちを愛してくださることは当然ですよ。一人の人を全世界より尊く思うくらいです。そして人を万物の霊長として立ててくださったことを知っているなら、どうして人の子らをウジや虫けらに例えることができるでしょうか。もちろん神様は肉の人ではなくて、神様に似た真の人、御霊の人をさらに尊く思われます。それで私たちが御言葉通りに生きて清められれば、さらに喜ばれ、限りない恵みと愛を施してくださいます。それでは聖なる神様に似た子供を月とか星と比べられるでしょうか。神様が人より月と星をもっと大切に思うことはあっていますか。それは自分が産んだ子供より子供のために用意したものをもっと愛するという言葉のようです。子供を愛するから子供のために服とかおもちゃを用意したのですね。創世記を読むと、神様は6日間創造されたのですが、悪い霊どものある大空を作った2日目を除いては、同じように神は見てそれを良しとされたと言われました。4つ創造第4日には太陽と月と星を作られて、それも神は見て良しとされたとあります。だから神の目には月さえも輝きがなく星も清くないのではなくて、大切な子供のために創造されたものだから月も星も大事にされるのです。そして第6日目、人を創造した後は、見よ、それは非常に良かったと表現してあります。ただ良しとされたではなくて、人を創造された時は非常に良かったと言われました。これは神様がアダムを通して多くの誠の子供を得ることを信じて期待しておられたからです。ところで神様が人間工作の中で悪い人、ひどい罪を犯す人が出てくることをご存知でなかったでしょうか。知っておられました。そんな悪い人もいるのにと思って人を作ったのを後悔したのではありません。誠の子供を得ることを信じて期待しておられるのです、今も。だから皆さんも神様の前で自分自身はあまりにも価値のもない存在だ、あまりにも自分は欠けているところが多いから愛されていないだろうと思ってはいけません。神様は皆さんをとても愛してくださる方です。だから一人子イエス・キリストを犠牲にしてくださいました。もちろん他の人、すべての人の救いのためですが、皆さん一人自身のためにそのような大きい犠牲を払ってくださった方です。そして今まで人間工作をしておられるから、必ず誠の子供に変えられようと決心して努力しなければなりません。罪を捨てるのがきつい、辛いと、なぜこんな人間工作があって私を通して
生まれるようにしたのでしょうかと、予分のように神様の前につぶやいてはいけないのです。どれほど神様が悲しまれるのでしょうか。人間工作は神様の愛です。その心を悟って、誠の子供になるために、今日も明日も変えられていきましょう。私たちは必ず神様に似た誠の子供になり、神様に喜ばれるためにさらに努めていきましょう。そして自分だけではなく、兄弟姉妹も神の形に作られた大切な存在であることを忘れないで、互いに尊く思って愛し合いましょう。ヨブと友達のように互いにけなして非難したり傷つけたりしないで、互いに慰め合って力をつけて使いましょう。第一ヨハネ 4-20 です。神を愛すると言いながら兄弟に組んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできませんとあります。つまり自分が属している家庭や職場、教会で目に見える人も愛していないのに、どうして目に見えない神様を愛することができるのかという意味です。ですから神様を愛するなら、自分の隣人を自分自身のように愛さなければなりません。皆さん、周りの人、身近な人、家族だけではなく、職場の同僚とか、教会の宣教会の働き人とか、よく会っている人がいますね。そのような人々をどのくらい愛しているのでしょうか。本当に愛しているのに、どうして良くないところが目に入って気に入らないと思ったり、イライラしたりするのでしょうか。相手に問題があるのではなくて、自分の心に愛がないからです。ヨブのような姿があるのです。私たちはそういうヨブの姿を見て、もどかしいと思いますが、自分自身もそうかもしれないのです。愛する人の良いところを見るようになって、その人の良くないところは、かばってあげようとしますね。そのような心になりますように。25章でビルダデが話を終えると、26章ではヨブがまた反論し始めます。ヨブ 26-1 からに、ヨブは答えていった。あなたは無力なものをどのようにして助けたのか。ヨブがこのようにビルダデに言っているのです。あなたは無力なものをどのようにして助けたのか。力のない腕をどのようにして救ったのか。皆さん、これを聞いてどんな風に感じますか？問い詰めているように、皮肉を言っているように聞こえますね。ここで無力なものとは、ヨブ自分のことを言っています。ヨブは全ての財産も子供も失って、周りの人から蔑まれ、あざけられ、悪性の種族によって苦しんでいました。このような無力な自分にとって、友達のビルダデがあれこれ言ったけれど、全然自分には響かなかったのです。24章でヨブは、神様は公平ではない方で、悪い人を守って助けている、自分のような正しい人は苦しめていると言っていました。これを聞いたビルダデは、そうじゃない、神様は平和を作る方だから、誰にも公平に太陽の光を照らす方だと否定していました。でもヨブにはこの言葉は何の響きもなかったし、何の助けにもならなかったのです。だからヨブはビルダデに、あなたは無力なものをどのようにして助けのかと問い詰めながら皮肉を言っているのです。あなたが言ったことによって、私は勇気づけられた、助けてくれてありがとうと言っているのではありません。どのようにして助けたのか、つまり助けてくれなかったということを言っているのです。力のない腕をどのようにして救ったのかという言葉も同じです。よく男性は腕の筋肉を見せながら自分の力と健康を自慢しますね。
ウェブは今自分には何の力がないということを表現するために力のない腕と言っています。ところが魂に幸いを得ているように体も健康になるということを知っている人なら自分の力とか健康を自慢しません。ひょっとして今病気にかかっていても失望しません。魂に幸いを得ていれば心も思いも精霊に満たされて自然に健康になることを知っているからです。できないことがない神様、いつも良いものをくださる神様を信じて頼るから、心の中でも大胆になって元気になるのです。反対に心が精霊に満たされていなければ体の調子も悪くなって健康も失うようになります。生徒の皆さん、御霊の人でも心の中であまりにも悲しんだり悩むことがあれば体にも影響が来る場合があります。それで東海道先生は前ある種のしもべに何か悲しいことがあったり魂が死に至る姿を見て悲しんでいたのですが、それがやりすぎると自分の体に悪い影響があるから気をつけてくださいと言われたのですが、道海女先生は自分を全然顧みないで私たちのために代わりに苦しみを受けて代わりに抗議を満たすために犠牲になってくださったのですね。そのような抗議を無視したのではなくて、抗議をはるかに超える愛を持って自分のことは全然顧みる暇もなく、ただ魂の救いのために生徒のために全てを尽くしてくださったのです。それで命が危なくなることもよくありました。数え切れない日々をこのような犠牲を払ってくださいました。皆さんも道海女先生のことを思いながら、先生が早く講義を満たして幸せな日が早く来ればいいのにと思いますか？それは子供が親の苦労がわからないと同じです。命を捧げるような時間を過ごしています。神様の愛と心がなければそれは人にとってできないことです。ただ信仰によってそのような日々を過ごしているのです。それは苦労です。本当に辛いことです。でもそれを後にしてそれをものともしないで、ただ神様のために全てを捧げているのです。今ヨブは病気になっているし心も苦しんでいるから何の力もないのです。それで力のない腕をどのようにして救ったのかと問い詰めたのは、ビルダデが言ったことがバカバカしいと思ったからです。ヨブが見て自分はもうこれ以上何の可能性もないのに、ビルダデは口では可能性があるかのように言っているから、それは何の役にも立たないことを言っているのです。ヤコブ2の15から16に、もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また日曜毎日の食べ物にもことかけてこと書いているような時に、あなた方のうちの誰かがその人たちに安心して行きなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものをあげない与えないなら何の役に立つでしょうとあります。このような言葉を100回1000回するよりは、実際食べるものと着るものを与えてこそそれが役に立つでしょう。このように行いがなければ何の役にも立たないように、ヨブは今もっともらしく言っている友達にこのように問い詰めているのです。それでヨブはひねくれた心でこのように皮肉を言っていて、恨み嘆きを吐いているのです。友達はいろんな知恵を絞ってヨブを悟らせようとしたのですが、その言葉はヨブを助けるどころか逆効果だけでした。ですから皆さんも話をするときや相談に乗るとき気をつけてください。正しい言葉でも相手に恥ずかしい思いをさせたり傷つけるようなことがあるなら知恵と言えないでしょう。相手が気に障りそうだった
ったり誤解を招くようなことがあるなら話を中断した方がいいですよ。24章でヨブは神様は悪者を守っている、助けていると言っていました。そして自分なら悪者をすぐ裁いて懲らしめてしまうだろうにと思っていて自分が正しいと言っていました。皆さんにもこういう考え方があるかもしれません。それで周りの人にその人にはこれは言ってあげなければと思う時があります。これを必ず言って悟らせなければと思う時があります。その人が今気づいていないから、私が悟らせてその人のためになるようにと言ってあげようと思うのです。でもその時相手がそれを受け入れないで気を悪くしたりすると、相手のせいにするのです。なんで私が正しいことを言ってあげるのにそれを受け入れないのかと思うのです。でもそのような姿は正しくないでしょう。ですから自分がどんな心を持ってそのような話をしたのか顧みなければなりません。つまり相手が感動して心から受け入れるような時があるのです。また相手のそういう事情もあるでしょう。で、反対に自分が助言を聞かれる立場ならば、謙遜にどんなことでも受け入れなければならないでしょう。呼ぶ気公開で聞いたけれど、相手はなんで私の立場とか考えてくれないでそのように神々言ってくるのかと思ってはいけないのです。自分はそういう場合は低くなって素直に受け入れて、でも自分が相手に何か必要なことがあって言う時はその相手のためを思って時をよく見て神様に祈りながら知恵を持って助言する必要があるときはするのです。で、もしこれは一言言ってあげなければと思ったとしても、十分祈ってじっくり考えて本当に今言うべきなのかと思って神様に祈りながらいい時を示されてしましょう。ローマ 12-3 に神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさいとあります。信仰の弱い人、初心の者に負担を与えてはいけません。主日には必ず店を畳んでくださいとか、10分の1献金をしなければならないとかと言ってはいけないでしょう。その人の信仰の計りに合わせて知恵を持って教えなければなりません。ヨブ 26-3 です。知恵のないものをどのようにしていさめ豊かな優れた知性を示したのかとあります。このようにまた問い詰めています。ここで知恵のないものとはヨブ自分自身を指しています。もちろんヨブは自分が知恵が優れていると思っている人です。でも友達がヨブが何か言ったらそれを全部否定して反対して責め立ててヨブを教えようとしているから、ヨブはもう腹が立って心がひねくれてそのように皮肉を言っているのです。知恵のないものをどのようにしていさめたのかと言って自分より知恵があるかのように自分を教えている友達を見ながらおかしいと思って反抗疑問として言っているのです。豊かな優れた知性を示したかも同じです。東海道先生が呼ぶ気公開を伝えた1980年代に韓国ではテレビとか世の中でこういう流行語がありました。えらいね、えらいという芸能人とかよく言っているそのような流行っている言葉がありました。これは本当にえらいという意味ではありません。よくやったという褒め言葉ではないんですね。偉くもないのに偉ぶっていると皮肉を言っているのです。そんな風にヨブも
友達にそんな風に言っているのです。豊かな優れた知性を示したのか、つまり示してないということを言いたいのですね。このようにヨブは自分は正しいと思っていたから、誰からか言葉で攻撃すれば我慢できず、いっぱい殴られたら一発殴られたら二発殴るような人でした。また自分の知恵を使って神様を問い詰める悪い姿もありました。皆さんにもこういう姿はないと思いますが、でもあると思います。ですから自分を顧みますように、メッセージを聞きながら自分を発見していると思います。でもただ発見したことで終わってはいけません。その次の段階が必要です。発見したなら次は実際そういう心も行動も直さなければならないんですね。変えられなければならないのです。メッセージを聞きながら、私とは関係ない話だとか、あの人の話だとかは思わないと思います。ああ、私もそういうところがある、私もヨブのような姿があると自分を発見することは上手ですが、でもヨブ記公開は今このように長く伝えているのですが、どのくらい変えられていますか？実際自分の姿がどのくらい真理に比べて変えられているでしょうか？人に何か嫌味を言われたり、ちょっとでもいい一言言われたりすればすぐムッとしたり、でなければカッとなって違うと言ったり、そうじゃないと思ってそのように言う人が嫌いになったりする姿はありませんか？そして前その人が自分に何か迷惑をかけたり自分に害を与えたことをずっと覚えていて、あの人も前私にそんなことをしたのにとか、偉そうに私にあれこれ言うのかと思ってはいけないのです。本当に変えられた人はそういう人のした悪を覚えていません。全部忘れてしまうのです。だからそのような人に何か言われても素直に受け入れるんです。ああそうですか、申し訳ないですと言って、私何か失礼なことを言ったのかと自分を顧みるようになるのです。そのような人に対して何の悪い感情もないのです。でもそうでなくてずっと覚えている人がいますね。根に持っている人がいます。だから本当の平和を作れないのです、その人を許していないから。でも本当に心からそういう憎しみとか前のそういうわだかまりとかを捨ててしまえば、自分も平和だし心の中が安らかだし、その人との関係もどれほど平和でしょうか、穏やかでしょう、どれほど幸せでしょうか。でもヨブはそうでなかったから、悔しくて辛くてもう友達が憎いのです。生徒の皆さん、潔白で正しいと認められているヨブなのに、なぜこのようなものすごい悪の姿が出てくるのでしょうか。これは本性の中に悪があるからです。人は苦しみにあったり試練に遭うと、心の中の深く隠されている悪が明るみに出されます。平安な時は分かりません。みんなよくしてくれるし豊かだし、すると分からないのです、自分の中にそういう悪があるのか。でも人にあれこれ厳しく言われたり苦しみにあったり試練に遭うと、そういう潜んでいる悪が明るみに出されるのです。でそれを見て自分を発見するのですね。神様はヨブがそのようになってほしいと思ってこの世に練っておられるのです。でもヨブはまだ自分の過ちを悟っていないし、相変わらず自分が正しいと思っています。でもそういう自分の過ちを悟ったなら、すぐ悔い改めて立ち返る心だから、神様はその時を待っておられるのです。皆さんの中でもこのメッセージを聞きながら、あ、私も前そういう姿あったんだと思う方もいるし、あ、今私に同じような悪があるんだと発見する方もいるでしょう。子供の時から親とか先生、またいろんな本を通して学んで、
判断基準にした善と義というものがあって、それは正しいと思うのですが、神様の御言葉の光で照らしてみれば、悪に属するものがたくさんあります。ですから、ただ神様の御言葉を基準にして自分を発見して、また自分の義と悪も完全に捨てて、神様の目の前で傷も染みもない真心を持ちますように。続く本文、ヨブ 26-4 です。あなたは誰に対して言葉を告げているのか、誰の息があなたから出たのかとあります。ヨブが見るには、ビルダデが言っていることがあまりにも合わないし、おかしいのです。だからあなたは誰に対して言葉を告げているのかと言っているのです。誰の息があなたから出たのか、これはあなたは誰からそういう話を聞いたのか、誰がそんなことを作り出したのか、とんでもない話だというふうに言っているのです。これは相手を無視してあざける姿です。生徒の皆さん、ヨブは友達が言っていることがおかしい話にならないと言っていますが、私たちは真理で照らしてみれば、ヨブが言っている言葉もそうではありませんか。相手をあざけって皮肉を言っていることは悪なのです。自分の中に悪がなければ、相手を話を聞くとき、憎らしいと思ったり気に障ることはないでしょう。逆に言えば、相手の言葉に反応して気を悪くするなら、それだけ自分の中に悪があるのです。それのため、互いに平和が壊れたり、仲違いするのです。私たちは呼ぶ気公開を聞きながら、真理と反対のものを正しく見分けて、御言葉に照らして自分を発見しましょう。それで悪を発見したならすぐ捨てましょう。それで真理と善を心に満たしていて、すべての人と平和を追い求め、清められますように。聞いたメッセージを思い出して祈りましょう。父なる神様、感謝いたします。今日はヨブの友達ビルダデがヨブの言っていたことを否定しながら反論している姿がありました。また自分なりに神様について説明しているのですが、それは自分の知識の限界の中で間違って真理を引用していました。そしてそのビルダデに対してヨブはまた自分の立場で反論するのですが、ビルダデに皮肉を言いながら問い詰めたり、またおかしいとこのように無視して高ぶった姿で言っている姿を見ました。ヨブは潔白で正しいと認められていたのに本性の悪があったのです。私たちにもそういうヨブとヨブの友達のような悪はあるのではないか、自分を発見して変えられるようにしてください。それで清められるようにしてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。同会長先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の家に安守してください。GCN 放送とインターネット映像で祈りを受ける司教会と司聖殿、全世界の神の子供たちの家にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで五臓六腑、骨の節々、全身の神経、組織、細胞など具合の悪いところは皆聖霊の火で焼け尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命ずる敵である悪魔、サタン、すべての病気、病原菌、患いを下がれ、光を望め、不治の病、難病も聖霊の火で焼け尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病菌も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。
胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなど、あらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患と全ての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など、痛みは皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど、精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものはものを言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父を傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよう。イエス・キリストの皆によって命じる。敵である悪魔、サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ下がれ、その使い立ちも下がれ、この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ、すべての悪の絆を解いて闇を下がれ、光を望め、父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で天の軍勢見つかりと、主の燃える炎のような御目で、すべての神の子供たちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも、神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福された後、証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。